公職一代女は、伊原彩角作の浮世装紙作品である。大本六冊、1686年大阪岡田、サブロー門館。彩角の浮世装紙作品の第六作。当時の公職生活の主寿章を、主人公の女性の側から描いた一人称小説。六巻二十四章からなり、佐賀の公職案に隠レスム一代女が、 自分のもとを訪れた二人の若者にその身一代のいたずらを語り出す首章で始まり、以下その体験した職業に即した公職生活の数々が展開され、念仏残昧に明け暮れている現在であると結ぶ残悔丹の形式をとる。物語構成には、超不みなり、優先屈やイケル等は、旧宗歌などの影響が見られ、金造師、二人びくになどを念頭に置いて書かれたとされる。 1677年間、焚き付け、も、えくひ、けしずみの、懺悔物語三部作のうち、けしずみが、遊女上がりの二が、有利の主受賞を懺悔する形式を持っていることから、けしずみが直接の奮闘とも言われる。公職案に住む一代女は、元来由緒ある家に生まれて、大内の宮遣いをしていたが、13歳の時にある、青侍と恋愛事件を起こして追放された。 以後、舞妓となり、さらに、大名の愛称となって華やかな生活を送ったが、16歳の時、父の夫妻のために、島原の遊女となった。有利では、自己の執事と美貌をもって一時は前盛を誇るが、次第に客が離れ、太夫から天神、天神から囲いへと位を下げつつも、13年の年季明けで素人女に戻る。そして、 町屋の腰元や武家を抱えの上湯女などの務めを、するが長続きせず、歌び国や茶屋女などの売春婦を経て、大阪玉作りで夜初として徘徊するも誰にも相手にされない。ある雨よ、自らの不行績のために打退した水子の群れが現れ、一大女の両親を責める。また、四条寺町大運院の仏妙会にも出で、 五百羅漢堂の所蔵にかつて馴染んだ男たちの面影を認め、自らのつたない宿号を恥じ、広沢の池に受水しようとするが助けられ、世を結んで、菩提を願う身になった。65歳の頃であった。ありがとうございます。